初めて日本へ行く人も何度も訪ねている人もみんな気になる、今日本は何が面白いの？春夏春冬、北から南、みんなで日本大捜査、エンジョイバケーションインジャパン。今週は香港からたった3時間で行ける日本列島3番目に大きな島、九州。九州は福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島の7県で構成されています。九州7県完全制覇、無限王国ワンダー九州第4章、福岡県。九州最大の都市福岡はパワフルな食の都。福岡名産品巡り、絶対欠かせないこのグルメからスタートです。来民ポーは、お、まあ、朝4時ちょうど25時45分やれるとこまで時間延長、深夜までできるじゃん。ほとんど24時間空いてるんだ。あんた香港ね、はね、香港最中意深夜走出来玩嘢食噶嘛。はい、もう時間ね、咩知ってる、超有名、時間豚骨ラーメンの代名詞になってるお店だよ。マジで？うん。咁啊食啦，咁啊。好啊，好啊。哇，你话你睇下后边几多碗？哇，好出名嘅拉面。呢度？嗯。有几出名先？豚骨ラーメン。福岡と言ったら豚骨ラーメン。知ってるよ、香港人大好きな豚骨ラーメン。そう。もう九州ではラーメンって豚骨がスタンダード。あの定番だね。定番。でその中でもこの長浜のラーメンはものすごい有名で、ここが元祖、その文化をここに持ってきた豚骨のメガネがいます。メガネ、山本さん、豚骨メガネ山本さんです。よろしくお願いします。ここの豚骨ラーメン、なんでそんなに美味しいですか？どうして美味しいんでしょう？美味しいから美味しいんですよ。うん、どのくらい煮込むんですか？うん、長い時間、一番長いところで10時間くらいで、それまでずっと取って、また足して取って、繰り返しがあるんで、一個仕掛けたやつを全部ずっと煮込んでるわけではないんで、それでちょっと難しいと思いますけど、はい、大体10時間くらいで入ってます。これ、ラーメンしか書いてないですね。え？普段はラーメンしかない。ラーメンしかない。普段はチャーシューラーメンとか野菜ラーメン、何にもなかった。じゃあここ来たらこれだけ、この一種類一種類で勝負、はい、かっこいいな、有性格な、ね、じゃあラーメンお願いします。わー、トッピングはごまと生姜があります、はい、うん、まず最初それで、はい、わー、わー、今じゃあ厨師が、いい香り、厨师的远走长奔面啊，嗱，试试先。哇，なんか湧いてくるんですね。あの匂い。麺が細い。うん。そっか、最初は何も入れずにそのままで。そのままで。はい。わあ、美味しそう。いただきます。普通の豚骨ラーメンと違う。意外にさっぱり。うん、さっぱり。さっぱりしてる。臭み何もないでしょ。うん。あの。普段豚骨って言うとすごいドロッとしてたり、油とか、なんかこう臭みもちょっとあって、それも豚骨ラーメンの特徴なんだと思ったけど、元祖は違うんですね。でも完璧に豚骨だもん。あとはこれ、もちろん豚肉ですね。豚肉です。細切りですね。細切り、あ、そうだね。薄切り。薄切り。薄切り。食べやすい。食べやすい。麺と一緒に食べても邪魔にならない。硬くすると肉のあのだけが残って、麺、これだと麺と一緒に食べる。そうそうそう、今混ぜて一緒に食べるの、うん、バランスがいい。この元祖の店はいつからですか？ですね、昭和の27年昭和27年に、うん、屋台から始まった。屋台から、まだお店じゃなかったんですよ。1952年です。52年くらいです、ね、すごいな。計算間違いしてなければ、はい、え、50何年？60何年？2、
だから50年は過ぎた、過ぎた。長浜で始まったんですか。そうです。そしたらそれがもう豚骨ラーメンの代名詞になっちゃったんですよね。みたいですね。こっちは、うん、あの私は提供する方なんで、はい、そういうこと全部お客様がおっしゃってくださるもんで、うん、はい、じゃあこれもちょっと入れてみよう。ああ、ちょっと待って、多すぎるから。これ多すぎる、多い。紅生姜の味しかしなくなっちゃう。そう、いい、おろして、おろして。でも、豚骨よくこういう風にやるんですよ。いい、はい、じゃあ、はい、うん、初めはせめてこのくらいで。はい、女神。わっ、女神のソース。女神が入れてくれた。でも、うん、少しスープに浸して、はい、そう、うん、で、少し混ぜて、うん、そこだけ食べないで、ちょっと混ぜて、うん、混ぜて食べてみてください。味変わっちゃう。あ、変わかった。あ、一つのなんか酸っぱいと、あの、うん、生姜の匂いが。そう、そうそうそう。で、その生姜をかじらないで、生姜の横の汁あたりのところを食べると割と分かりやすい、味が違いが。うん、何種類の味があるんだ。わぁ、こんぱい。はい、美味しくされる。いけない、パニミネ。入らないでこれ。私の大事な。ガムチーシーアイ。替え玉すればいい。替え玉？うん。替え玉って何ですか。麺だけおかわりできます。あそこに書いてある替え玉、はい、安いし、うん、あ、でも隣大魚は何ですか。肉、はい、替え肉、うん、肉だけ別にお皿に持ってきて、だから麺と肉も両方入れれる。さあ、リワンメンみたいな感じ、うん、うわ、嬉しい。じゃあ替え玉と替え肉お願いします。はい、ごめんよ。まだまだ食べます、福岡グルメ。続いては博多之台所柳橋聯合市場街市喔。沒錯，台所就是kitchen， 即是廚房，廚房的街市。廚房街市什麼什麼來的？海鮮啊，海鮮市場啊，真是有名。博多の海鮮は超有名。そうなの？うん。那看看先啦。好。咦，海鮮喎，點解有冬菇嘅？冬菇，大分の冬菇は超有名だよ。係喎，大分原產。嗯，結構香港にも入ってきてる。え、嘘？むしろ、多分香港の人の方が冬菇はよく使うと思うよ。こういう。高級冬菇として入ってきてるのに、ここで買ったら結構こんな立派なのでも4,200円。買ったら本でもう一回売りたい。なんかあるかもしれないよ。私はお土産にって言ってる商売じゃないんだ。あ、これ面白い。あ、古代よ。何が？龍の顔みたい。シュ、湯気、エラ。エラはこの辺。ここだ。タラのエラ、こうなるんだ。どうやって買うの？わあ、これなんかアクセサリーにもなるよ。何が？着物着た時に髪の毛こうやってアップにして、ここにこうやってちょっとさす、かんざしに出したら可愛い。前はパッチャーのダンス。ちょっと激しいなこれ。うん、面白い。面白い。イライラある。あと外も魚があって、美味しいな。還有一些鮑魚仔嘛，啫嘛。都果鮑魚。誒，呢啲嗱，依啲咪鮑魚啦，呢啲咯。トコブシという。鮑魚仔咯。鮑魚仔なんだけど、日本ではアワビとは呼ばない。そうなの？うん、トコブシ。え、アワビで言わないの？アワビと言わない。アワビ子供で言わないの？アワビ子供言わない。別のものとして扱ってるの。このペチャンコ見て。エイリアン。タコ。かわいい、なんか。広がってるね。こうなるんだ。なんとなく香港似てるもの、ちょっと似てる。似てる、うん。こうやってほら、お金こうやって入れるのも、これ外資や。だから懐かしい。うん。福岡の海鮮は香港にもいっぱい入ってきてるよ。え、そうなの？そうだよ。しかも朝取れたものが夜にはレストランで出されてる。え、朝注文して、うん、夜到着。そう。飛行機で。そう。日本食の高級レストランいっぱいあるじゃない。うん。ああいうところでは。結構ね、福岡と築地から入れてるところが多くて、なぜかというと、その日の朝に取れたものがその日の夜に到着するルートがもうシステムが出来上がってる。よかったわ。うん。じゃあ、我买一个鲍鱼仔给给我妈了，干妈给我要了十个。個人じゃないよ。個人ですみません、これ送ってくださいじゃなくて、大きな業者で。哇，又唔記得。咁點啊？即係買條魚翻酒店蒸啊？我酒店冇得蒸噶喎。係喎。サイダンさん、私日本夜景応援大使だから。夜景？ここ魚市場だよ。夜景関係ないじゃん。無関与ら大使。ああ、だから
食パンの食パン大使、食パンを案内します。あ、お願いします。こちらへどうぞ。ダーン、開心ダーン。你喂，呢度你屋企嚟噶，咁嘅 ？OK みたいな魚屋さんの食堂。穴場じゃん。超穴場。で、下に歩いたら、うん、全然こういう場所あるとは分かんないね。そう、普通の魚屋さんみたいでしょ。うん、でも実は2階があって、2階がこういう食堂になってる。香港みたい。うん、香港啲大欄房個樓上都係咁嘅喎。なんとなく内装も似てるね。うん。すごい人気店なんだよここ。安くて超美味しい。哇，正啊！マグロ、サーモン，仲有我最中意嘅ワサビ，正啊！系喎。喂，唔系系喎，点解你呢个咁多嘢嘅？こちらは海鮮丼，こちらは高級海鮮丼。高級？有乜嘢？ウニとかイクラとか、ちょっとそちらより豪華になってます。香ばしいし。香ばしいし。色が鮮やかです。そう。いくらくらいですか？これはね、こっちがすごいお得なの。670円でお魚屋さんの海鮮丼が食べれる。安い。安いよね。ご情報も取るくらいよ。こちらは、あ、ごめんね。邪魔してごめんね。こちらは2倍ぐらい。2倍？ 2倍ぐらい。いくら？1540円。太過分了。ちょっとウニちょうだい。なんであげないよ。喂。買走。夜景大使。いただきます。CM の後も日本大捜査を続けます。チャンネルはそのままでね。